エディンバラ公爵夫人、マリア・マリア・アレクサンドロブナは、ザクセン・コーブルク・ゴータ公、アルフレートの日、ロシア大公女、イギリス女王、ビクトリアの次男である夫のイギリス王族の資格により、エディンバラ公爵夫人の称号でも呼ばれた。ロシア皇帝アレクサンドル二世とその皇后、マリア・アレクサンドロブナの間の次女、サールス・コエセローで生まれた。1874年1月23日、 サンクトペテルブルクでエディンバラ公アルフレッドと結婚した。エディンバラ公夫妻は3月にロンドン入りしたが、結婚生活は幸せではなく、花嫁はロンドン社交界で傲慢な女性という楽園を押されてしまった。その上、アレクサンドル2世が娘マリアにはハーインペリアルハイネスの継承を使わせ、序列ではプリンセス・オブ・ウェールズより上位にすべきとねじ込んできたため、 ビクトリア女王を激怒させた。女王はマリアが生まれてからずっと用いてきたハーインペリアルハイネスを使わせず、結婚時からハーロイヤルハイネスを使用させた。このようなやりとりのせいで、新しいエディンバラ公爵夫人はデンマーク王女に過ぎないプリンセス・オブ・ウェールズ、アレクサンドラがロシア王女である自分より優先されるのをあからさまに嫌った。マリアは 二つの継承を組み合わせて使用した。アレクサンドル二世は、娘のために持参金百万ポンドを、加えて年に万八千ポンドの手当てを送ってきた。1893年8月、おじである、ザクセンコーブルクゴータコーエルンスト二世が死死なくして、死ぬと、皇位がエディンバラコの元へ転がり込んだ。彼は、イギリス王族としての年額一万五千ポンドの手当て、 貴族院と数密院の議席を失うことになったが、ロンドンでの住居とするクラレンスハウスを維持するための経費として1万ポンドを保った。交付債はエディンバラ港とザクセンコーブルクゴータ皇の二つの称号を保持することになった。ドイツの両方君主の配偶者として、ビクトリア女王の在位60周年の祝典では、マリアは義理の芝居たちより上位に並んだ。 夫妻の一人息子アルフレートは愛称をめぐる集分に巻き込まれ、1899年1月にピストル自殺を図った。彼は一命を取り留め、両親たちは困惑して、アルフレートをメラーノへ療用に行かせたが、2月6日に亡くなった。翌1900年6月30日、死死のいなくなったアルフレート公が、コーブルクのローゼナウ城で、咽頭んのため亡くなった。 広告は、オイオールバニコー、チャールズ・エドワードが継承したが、エディンバラ公くらいの継承者はいなかった。家父となったマリアは、コーブルクに住み続けた。1920年10月、マリアは、チューリッヒで亡くなり、コーブルクの公家の墓に葬られた。アルフレートとの間に、以下の六子を設けた。ありがとうございます。